こちらがレイナルド・ガルシア。そして10番ファイパプムール、日本バスケを熟知する大黒柱。高速のドライブ見逃すな、ついてこれるなら佐々木流星。火の国のミスタートリプルダブル、ジョーダン。さあこちらはガルシア、一気にスピードアップ、一旦ヘソンに預ける。井上、ヘソンの壁を使って中、ネイルから放っていきました。井上が今日早くもハミルトン、ローソンへのパスを奪って、ヘソン、コート中央、一気に中入り込んでフローターシュート、バスケットカウント。ここは惜しくも落ちました。速攻仕掛けていましたが、ベースラインドライブ、ヘソン体切り返してシュート、シダに送って佐々木がマークするが、そこを振り切って中に行く、外に送ってヘソン、コーナーからベースライン、隅田がレイアップ。リバウンド争い、最後は佐賀が残した。ガルシア一気にボールを運んで自分で行って、バスケットカウント。ピーク、ガルシア狙う、ボールを奪ってガルシアターンオーバー、後ろに預けてファイパブムール、なんとこれが決まった、バスケットカウント。ハミルトンから、さあこのゾーンを打ち破れるか、ぽっかり空いたスリーポイントシュート、ファイサンバです。残り1分を切りました前半。隅田、前には来た、ファイパプムールの壁を使ってシュート、隅田。前半苦しんだ3の精度、ここから上げていきたい熊本。さあまた引き離していきたい佐賀。ヘソンが狙った3は何度か跳ねて決まりました。ファイサンバから本村、早いパスを送られて佐々木の3、セカンドチャンス、ここは決めたい佐々木流星。長めにボールを持つ、ショットクロック残り5秒、ローソンに通ってダンクが決まった。右サイドから佐々木、一気にスピード見せてトップの位置、ピーク、インサイドアタック、レイアップ、バスケットカウント。ピークが飛んだ。そこを打ち破るかガルシア、本村とのマッチアップ、体を翻してシュートに行く、リバウンド、ファイパプムール、掴んでファールなく止めた佐賀。お得意のダンクで行ったんですが、そこが跳ねた。隅田のスリー、吸い込まれていく。マッチアップはファイサンバですが、スペースができたら狙う。リバウンドはローソンです。すぐさま狙っていきました隅田。さあこちらもすぐさま行く、ピーク、もう一度外に送って隅田、今日スリー6本決めています。この隅田が少し後ろから決めてきた。藤沢、ここは体勢消したか。今ブザーが鳴りました。103対80。